フィーチャリング光で真夜中のドアステイウィズミーお届けしてます。で、今夜のゲストは、まあ、だからデビュー50周年ですよ。ものすごいキャリアになりますよね。番組には2年ぶりに登場となります。メロディーメーカー林哲司さんです。どうもこんばんは。お久しぶりです。お久しぶりですね。林さん、まずは50周年おめでとうございます。 ありがとうございます。いや、ね、50年って半世紀ですよ、うん、ですよね、はい、だってだからデビューが73年。そうですね、僕2歳ですよ、はい、いや年のことは言われてない。いやいやいや、もうね、うん、今この曲も多くのアーティストがカバーしてるって僕言いましたけど、はい、林さん聞かれてみて どんな印象をお持ちですか。最初なんか誰かなと思って、はい、光さんすごくなんかソフィストケースされてて、はい、松原美樹さんの声もちょっと入ってますね、感じが。おー、うん、でさっき外で聞いてたら、はい、この曲かかったら、はい、まあ、何のポスターかわからないんですけど、パラッて動いたんですよ、怒ったんですよ。ほうで、あれ気配を感じてしまった。本当ですか。本当に。いや、まあ、放送局には何かしらそういうのはよくある話ではありますけど。あ、そうですか。でもすごいいい感じで、ソフィストケースされたすごく、うん、好きです。本人聞いたら喜びます、はい。さて林哲司さんだけど、50年ちょっと振り返っていただくにしては時間短いんですけど、はい、申し訳ないんですけど、そのデビューはもともとはボーカリスト で、林哲司っていうアーティストでデビューされたわけですよね、うん、そうですね。だから、たまたまこの間そのボックスを作っててね、はい、昔のレアな音源とかこう探してたんですよ、うん、そしたら当時のね、うん、歌詞カードみたいなのが出てきて、はいはい、自分で書いた詩のね、はいはい、曲を作ったら必ず詩を作ってたっていう、そのデビューの頃はセットでね。そうなんですよ。だから歌うことを前提にやっぱり活動してたんだなっていうことが分かって再認識してですよ、ね、だからどこから作曲の方のね、分かれ道に流れたんだろうっていうのは、だから僕が記憶してる中では、うん、やっぱ70年代の後半あたりからなんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、もちろん曲も作られてたから、その自分で歌ってるのが普通だったんだろうけど、それが楽曲提供っていう本に変わってったのが、はい、うん、あの時代だったんじゃないか。でやっぱり印象深いのはさっきの真夜中のドアあたりかなっていう。そうですね、同じ年にセプテンバーが出て、そうですよね、その2曲がやっぱりエポックメイキング的な、はいはいはい、存在ですね、自分にとっても、うんうん、ですよね。だからここ数年で林哲司さん、僕まず某 NHK のテレビとか朝ニュース見てたらいきなり林さん出てきて、はい、なんかインタビュー受けてたから、はい、あれを見て、シティポップのね、ブームで、はい、ブームで、うん、あれ見てときに、あ、林さんそうだ50年だみたいな話で。そうなんですよね、本当驚きで。ついこの間なんか45年とか言ってた時期もあったと思ったんですけど、はいはい、もう気がついたらあっという間に50年が来たなと。早いんですよね。早いですね、うん、でも本当になんかやっぱり聞いてくださってる皆さんがいて、で、まあ、自分もここまでの活動、いろいろな人に、ね、支えられてきましたから。でもちろんシティポップっていうのは日本でも人気があったんですけど、はい、ここまでワールドワイドにシティポップブームが来るっていうのは、うん、いやいやいや、もう本当に想像何もしてなかったって感じですか。全くしてないですね。周りから教えられて初めて状況を知るような。もう今だから日本のシティポップイコール林哲司のようなイメージになってますよ。とんでもないですよ。日本はね、どこが起源だとかってすぐに、うん、まあ、発信国だから、はいはいはい、そういう話になってきますけど、多分海外の人たちってもう80年代の日本の、うん、都会的な、まあ、サウンドとしては、ねうん、それで一くくりになってますから、まあ、起源はどこでもいいのかなという気はしますけどね。いやだけどこの勢いがだから、はい、林哲司さん的にはそのもう一周二周回ってきてまたシティポップのブームが来たみたいな感じですかね、うん、80年代が来る来るって言われてて、はい、なかなか来なかったっていうのはありましたね。確かに。あ、そうですか。70年代に行ったりとか90年代に行ったりとかっていうのはあったと思うんですけど、なんか噂では本当に音楽ライターの方たちも80年代来るよとかって言ってたんだけど、来ないじゃんみたいな、正直そういう感じが ずいぶんありましたから。うちはこの20年間80年代それはこの番組コンセプトですからね。テーマほとんど変わってなかったんですけど、うん、だけどまあでもやっぱり時代はこう繰り返すじゃないですけど、はい、やっぱいいものは特にメロがいいものはやっぱりこう世界万国共通なのかなっていう気はしますよね。あで、はい、前も聞いたかもですけど、今まで
作った楽曲って何曲ぐらいになるんですか？ですね、ずっと何かのバイオグラフィーとか書かれた、はい、書かれるときは1500からずっと変わってないんですよ。もう20年ぐらい前からみんな同じものを下敷きにしてるんだと思うんだけど、増えてはいるでしょうね。2000はいってると思いますでしょうね、でそれがほとんどがヒット曲じゃないですかっていうぐらい。いやいやいや、そんなとんでもない。本当ですか？あのね、皆さんが、多分認識していただいてる曲は 1% です。本当ですか？だって20曲ですよ。あ、うん、いやだけどあの各レーベルからこういったコンピとかがもう出せて、はい、で、はい、いろんなアーティストが歌われてるじゃないですか、でそれを見ると、まあ、やっぱり恐ろしく曲数はあるしヒットもしてるなっていう感じがするんですけど、ね、いやでも、あの真夜中のドアがカバーは多くなりましたけど、はい、あの逆に僕はあのコンピじゃないや、あのカバーが少ないって言われてましたから、はい、ああそうですか、本当に なかったかな。うん、あ、でそうだ、あのお便りもね、はい、いつにも増してたくさん届いてるんで、ありがとうございます。時間があるし、はい、まずお初お便りで、名古屋の、ラジオネームブレないキヌちゃん、はい、このブレないキヌちゃんというと本当にブレない人で、はい、林部聡さんの大ファンで。そうですか。一番新しいナンバーかな。大ファンで。あ、そうですか。で、あの林部さんが今回新曲出されたのは松井五郎さん作詞 で、 そうです、ね、林哲司さん作曲、ね、でそ の、 あのラ・ルージュって曲、はい、もうこれが大好きで毎日、リピートして聞いたり。 ありがとうございます。いつもラジオ番組にリクエストをして、いやこの方なんですよ、僕がいろいろ聞いてる中で、うん、熊本のシティ FM さんとか、函館の FM イルカさんとか、はい、もう常にリクエストを出されてるんですよ。あ、そうなんですか。でそれを僕がまた聞いちゃうんですよ。あ、なるほど。聞いちゃってて、で、あ、この曲なんか、ね、よくかかってんなと思ったらリクエストが来てかかってるっていうことで、そうですか。これはね、はい、一番新しいんですけど、うん、今までと違うのは、はい、詩が先なんですよ。そう、松井さんの詩が先あって、はい、それで僕がメロディーをつけたって感じで、ほとんどが僕の作品って、うん、まあ、今流れてる曲もそうですけど、はい、曲が先なんですよね。それからね、はい、ラジオネーム世田谷で聞いてくれてるのが、ラジオネーム一貫さん、はい、で、やはり真夜中のドア、それからさっきね BG でご紹介した北ウィング、 あとガラスのパームトリーが好きですと、杉山さんの曲ですよね、はいはい、で中でも北ウィングはあの流行っていた時にちょうど東京と旭川を行き来していて、うん、駅内で北ウイングを聞きたいがために、あの夜の便で窓側を予約して、すごい雰囲気。あ、そうなんですか。らしいですね。あ、海外ではなくてね。そうそう、北ウイングそういうことなんです、ではないんですけど、もう何回も聞いて、あ、で、あのこういう質問も、ね、何回聞かれてか分かりませんがうんざりされてるかもと思うんですけど、はい、北ウイングが生まれるまでのエピソードがあれば教えてください。エピソードはいっぱいありますね、もう何回も語ってきましたけど、はい、でもじゃあ北ウイングというタイトルは、うんうん、これ最終的には明菜さんが決めたタイトルですね。お、なるほど、ご本人がね。僕たちは反対したんですけど、でも今となってみると素晴らしいタイトルだなと思いますけど、なんか他にやっぱりいい、あのタイトルがあったんですか、うん、ミッドナイトフライトっていうのが正式なカンチンファさんがつけたタイトルでした。当時はだから横文字の方がスマートだったんで、うんうんうん、確かにね、 あとは日本語と横文字がね混じってたりっていうのが多かったですよね。そういうことだったんですって、はい、一貫さん。それからもうね、静岡で大ファンで聞いてくれてるあの、はい、座布団さんから来ましたよ。林先生デビュー50周年おめでとうございます。 ありがとうございます。で、公式サイトを拝見し、あの曲も、こんな曲も林先生が作ってたのかおられたのかと、あの今更ながら目を丸くしております。で今夜のナイトでは幅広く奥深い林先生の50周年の、ほんの一部とはいえ、はい、非常に濃密な、エッセンスが聞けるものと本当に楽しみにしてます。ありがとうございます。でそんな貴重な林先生のゲストコーナーとは限られた時間になるので、うん、おそらく質問っては難しいかなと思ったんです。あ、だから質問というよりかは、はい、あの林さんのラジオを聞いてますと。あ、はいはい、歌謡曲の、で、あ、そうですか、昭和音楽堂ですね。林哲司、はい、半田健と昭和音楽堂、はい、ありがとうございます。ちょうど1年ほど前だっ
ったと思うんですが、うん、菊池桃子さんをゲストに迎えて2週にわたってのスペシャル特集が放送されました。はい、いらっしゃいましたね。その中で菊池桃子さんが林先生の曲はとても美しいのだがいざ歌うことになると、うん、もうあの本当に難しいとおっしゃってたのが印象的 で、今もはっきり記憶に残ってます。なんかさっきいただいた歌いの中にも、はい、あの林哲司さんの曲はすごく聴いてておしゃれで気持ちいいんだけど、うん、歌う人にとってはすごく難しいっていうような話を。難しいんですよこれ。あの杉山清隆君もはい、はい、あの難しいって言ってますから間違いないですねそれは。やっぱりそのサビのメロの青の上がり下がりなんですかね、はい、そうですね。僕のメロディーの特徴としては、あのその音の高低もありますけど、うん、テンションの音を取ったりするんで、メロディーがあのテンションってまあ、あのメジャーセブンですとかね、それが多分普通の人からだとちょっと、うん、あのなんていうんだ、こう感覚的に捉えていただければいいんですけど、うん、はい、理屈で捉えるとちょっと難しいかもしれないですね、はい、それからね、他にもメールでは、さっき来てたのがもう今日ねすごくメールが多くなってるのでちょっとごめんなさいね、はい、声のゲスト林哲司さん楽しみにしてます。で林部聡さんの新曲の作曲をしたのは知りませんでしたが、はい、山形出身なので活躍が嬉しいです。ああ、なるほど。それあの山形っていうのは山形、僕は静岡ですけど ね、うん、で林さんの曲で好きなのはやはり前の頃では、と悲しみが止まらない。ああそうですか。でやっぱり毎週日曜日、はい、あのラジコで林さんのラジオ、さっきのね、はい、あの音楽堂ですよね、聞かれてるということで、 ありがとうございます。あでそうだ、先に時間があるうちに半田健人さんとのイベントが何かあるんですか。あそうなんですよ、ですね、6月の30日と7月1日、はい、2日で、うん、3日間なんですけど、はい、僕のクリエイター仲間のアレンジャーの萩田光雄さんと船山元樹さんで、はい、まあ同期の桜じゃないんですけど、はい、同じ屋根の下で飯を食った中で、うん、その3人でアレンジャートークをやろうと思って、その時に半田健人さんが、ゲスト MC で登場ですね、それから翌日の7月1日、それどちらであるんでしょうか。これはですね、赤坂のレッドシアターで、赤坂レッドシアター、はい、ちなみにチケットはまだ大丈夫なんですか。まだ大丈夫です、はい、ぜひおそらくこういうような形でクリエイター、うん、まあ、あの翌日が売野正雄さんで、売野さんも、はい、3日目が松井五郎さん、はい、松井五郎さんもそうなんですよ。あら、まあ、すごいじゃないですか。で自分たちの作品を振り返って、まあ、そのエピソードですとか、はい、作った時の考え方ですとか、うん、まあ、そういう話をしつつ曲をかけつつ、うん、でミニライブでも藤沢典正さんとか、松原松木由紀の、はい、それから僕のソングファイルの、はい、ライブでおなじみの一応ですとか、うん、大和国久とか富岡、はい、美穂、ゲストで歌ってくれます。これ3日間のみと。そうですね、限定になります。3日間のみっていうか3日間もやるんですけど、いや3日じゃ足んないんじゃないかっていう感じじゃないですか。そうですね、ただこれだけなんかクリエイターの方が一堂に集まるっていうことも、うん、珍しいんじゃないかなと思うんですけどね。そうでしょうね、ということなんで、まあ、詳細またね、はい、林さんのページとかぜひぜひチェックしていただいて、まあ、もう日にちが、ね、迫ってきてますからね、うん、であとそれ以降はなんかライブとかなんか予定は。ほら前は林さんとかほら、はい、今亡くなったモーションブルーとかで、はい、林哲司さんのライブあって、うん、僕見に行ったやつ、はい、ああいうのは、ね、いらしてくれ、ああいうのはどうなんですか。いやこれからももちろんやるんで、コロナがねやるんですけど、してきて今年はホールで4月1日に杉山清隆君と、はい、菊池桃子さんで3人で初ステージを、3人一緒っていうのは初めてだったんですけど、すごいまたコラボレーションがいろいろ生まれてきますね。そうですね、でまた秋にもまたちょっとコンサートをちょっと考えたいなと思ってるんですけど、まだ正式には発表できないんで、まだ先ですもんね、はい、じゃちょっと半分言ってるみたいなもん一曲掛け曲で今日ね、さっきいや当番組で、はい、竹内まりやセプテンバーかけることないですけど、はい、あまり今日はそうです、林哲司さん、はい、50周年ということで、さっき聞きたいというリスナーさんもいたので、あそうですか、おかけいたしましょう、はい、
今夜スタジオにメロディーメーカー林哲司さんを迎えてお送りしてます。いや改めてやっぱり聞くと、でもこれが当時すごかったんですもんね。そんなすごくなかったんですよ。あれそうなんですか。とりあえず、ね、チャート50位は入って30位ぐらい、あ、じゃあ後からなのかな。そうですね、竹内まりやさんで、一応キャリアの中の一つとして、はい、当時としてはスマッシュヒットぐらいって思ってましたから、じゃあちょっと、いよいよ6月の21日に、はい、またおしゃれなのが出るんじゃないですか。そうですね、まあ、ディスコティークルーツオブ林哲司っていう、はい、これはですね、はい、70年代後半から80年代にかけて、はい、イースタンギャングという、ね、スタジオミュージシャンを、当時は日本 の、 例えばファンキービューローとか、はい、このイースタンギャングとかメイドインジャパンのディスコグループみたいなのが、ね、まあ、街のディスコでよくかかったり、はい、ラジオ、まあ、ラジオで当時僕聞いてないから分かりませんけど、うん、かかったりして、まあ、うちなんかはもうずっとかけてますけど、でその頃の曲をまた今回集めたわけですか。そうですね、まあ、シューディっていう当時、同じように、担当してた、はい、提供してたアーティストもモザンビーク出身の、はい、非常にボーカルが、いいアーティストがいたんですけど、うん、まあ、彼女に提供した曲も含めて、まあ、ちょっと、そのグルーヴが効いた作品を、はい、集めて、2枚組のコンピレーションとして、まあ、自分のシティポップ感覚の一つにはこのルーツとしてあると思うんですけどね、グルーヴが、はいはいはい、これがだから、まあ、今までそのビクター音源として出てたのが、まあ、これで2枚になり、はい、でその中の1曲がこの後ラストに書きますけど、うん、サムライミックス、これはですね、僕は、うん、たまたま最近の曲を聴いてて、はい、EDM のこうグルーヴ感みたいなものが、はい、あ、いいなと思ってて、でこのシューディの曲に関してエクスタシーって曲が あるんですけど、まあ、その曲は韓国音楽祭でもグランプリ取った作品なんですね。で当時としてもすごくなんていうのかな、そのヒットチューンになりうる可能性の持ってる作品だったんですけど、今回聴いてこれちょっと EDM の感覚にしたいなっていう、こうリミックスしたいなっていう気持ちがあったんで、ディレクターの方にお願いして、こうちょっと新しくサムライミックスで林哲司さんがミックスをしたと、うん、はい、こう聞きながらお別れになるわけなんですが、はい、ちなみにこれも一つ質問できた、サムライっていう名前が事務所についてるじゃないですか、はい、うん、あれサムライ どっから来たんですか。これはですね、もともとは司馬遼太郎さんの小説が好きでサムライっていうのはあるんですけど、ただその人面で寺を書いてサムライにはしたくなかったので、フランス映画のアラン・ドロンが主演したサムライから、本当はインスピレーションで、そうですね、ということだそうです、はいはい、でこ の、 2枚組のアルバムに関しては実は来月7月、はい、ビクターの担当の星さんと、はい、まあ、宣伝担当されている息子さんの伊藤さんが直接、はい、スタジオにまた来月来ますので、はい、それから実は今ここにいるんですけど、この2人が来月いろいろ紹介してくれると思うんで、うん、このナンバーは、ね、はい、日本語バージョンもあるんで、はい、それを歌っている一穂もお邪魔しようかなと、はい、じゃあ来月また賑やかにお届けできると思いますので、はい、じゃあお別れの1曲は、まあ、そのディスク2の最後に入っているサムライミックスで、歌ってるのはシューディと、はい、エクスタシー聴きながらお別れです。